名倉潤の学歴と経歴、出身小中学校、高校や大学の偏差値とは。お笑いトリオネプチューンのリーダー名倉潤さんがうつ病で2ヶ月間休養すると話題になっています。名倉潤さんが話題ですね。今回はこの名倉潤さんについてググってみました。名倉潤とは1968年11月4日生まれ、50歳、兵庫県姫路市出身、身長170センチ、血液型 AB 型、職業お笑いタレント実業家、所属事務所は渡辺エンターテインメントです。略歴、両親と兄が3人いる。男4人兄弟の末っ子です。1989年、渡辺和彦と潤カッツというコンビを組み、ツッコミを担当しデビュー。1994年に原田泰造、堀内健とネプチューンを結成。2013年11月、タイセレクト広報大使に就任。2005年4月5日に、銭形金太郎で共演していたタレントで元おにゃんこクラブの渡辺満里奈と結婚。2007年12月9日、第1子となる男の子が誕生。2010年6月24日には第2子となる女の子が誕生した。2010年11月19日、中目黒にプロデュース店ステーキ名倉を開店した。学歴、小学校は姫路市立大津小学校に入学。中学も地元、兵庫市立広畑中学校に進学。高校は市川高等学校、偏差値75に進学。兵庫県にある仏教系の私立の高等学校です。デビュー後、ネプチューンのリーダーでツッコミ担当で、爆笑問題の太田光からは関西一のツッコミと言われている。妻の渡辺満里奈とは芸人としては面白くない答えだけど、全く喧嘩しないというほど仲が良い。2018年6月末に椎間板ヘルニアの手術を受け、2週間の休養を取って7月20日に復帰。2019年8月1日、2018年6月末に行った椎間板ヘルニアの術後ストレスにより発症したうつ病のリハビリのため、術より2ヶ月間の休養に入ることが発表されました。